浜中翔頑張るぞ。あー、酸性は酸っぱい、中性は普通、アルカリ性は苦いというイメージになります。こっちがレモンでこっちが川、川の水緑。中性ってことは最上川はどういうこと？綺麗、水道水に近いんだね。ありがとう。最後ゴールした時、とても達成感があって嬉しかったです。ポイ捨てとかのゴミを見たら、しっかりと家に持ち帰って、捨てるのを心がけたいです。水質検査をしたり、実際に体験することもあって、それが楽しかったです。これからも水質を保って、酒田をきれいな環境にしていきたいと思っています。